同期の活躍に焦る男、大和浩。先日の両国大会、私の同期の海斗真田は両国のセミとメインで TNA とのタイトルマッチを戦って、しかも真田は X ディビジョンのチャンピオンにまでなってる。このままじゃ同期の2人だけじゃなくて後輩の吉岡にも先を越されてしまいます。どうか私にチャンスをください。今日勝ったらチャンスを、大和浩にチャンスをやろう。わかりました、絶対に勝ってみせますよ。だが無謀な挑戦だった。巨大な壁を前にし無残に敗れた大和、チャンスをつかめなかった男。間違いか、今日負けちゃいましたけど、チャンスをください。そんなにチャンスをください。じゃあ今度の4月17日後楽園ホールでチャンスコントラチャンス、チャンスをかけた戦いをやってみよう。次のチャンスで、それならチャンスを掴んでみせますよ。こうして迎えたチャンスコントラチャンス。残り3秒、手にしているのは大和浩。ここで試合終了。チャンスを掴んだ。ということは、そのチャンスの内容は、大和浩のチャンス第2弾、 EWB インターコンチネンタルレスリングチャンピオンシップ挑戦決定。ついに勝ち取ったタイトルマッチ、5月の4日東京ドームシティホールで挑戦し、私が取ることによって EWP インターコンチネンタルのベルトをレッスルワンのジュニアのベルトとして僕は掲げたいと思います。ドイツから来日した EWP インターコンチネンタル王者との前哨戦。この男の情熱が燃えたぎる。